今回のムーブオンラインは、平成27年度関東高等学校バスケットボール大会茨城県予選会をお送りします。激戦のトーナメントを勝ち抜いた上位4チームは決勝リーグで優勝を争います。それでは土浦日本大学高等学校対筑波修英高等学校の試合を覗いてみましょう。第1クォーター、土浦日本大学ファールからのフリースローで先制。その後も点数を決めていきます。筑波修英もスリーポイントシュートを決め食らいつきます。堅い守備からの攻撃でシュートを決めていく土浦日本大学。27-15で第1クォーター終了します。安定したプレーで第2クォーター第3クォーターと着実に点差を離していく土浦日本大学。第4クォーター最初の得点は筑波修英、なんとか巻き返しを狙いたいところでしたが、相手の隙のないディフェンスの前になかなか得点が奪えず、その後もじりじりと点差を広げられ試合終了。続いて取手第二高等学校対常磐大学高等学校の試合を覗いてみましょう。先制は常磐大学、続いて取手第二も得点します。流れを持っていきたい取手第二はゴール下を中心とした攻撃やスリーポイントシュートを決め点差を離していきます。そのまま取手第二が27-19とリードしたまま第1クォーター終了。第2クォーター点差をなんとか縮めていきたい常磐大学は果敢に攻撃を仕掛けていき得点を挙げていきます。しかし対する取手第二もドリブルを生かした攻撃で得点を挙げていき、第2クォーター終了で得点は47-32とお互い奮闘。第3クォーター取手第二が主導権を握ります。パスカットリバウンドから猛攻を仕掛けると、徐々に疲れが見え始めた常磐大学側の選手には対応できず、常磐大学もなんとか得点を挙げるも、取手第二の猛攻は止まらず、第4クォーターでも第3クォーターの勢いそのままに試合終了。
その他の対戦では土浦日本大学高等学校対常磐大学高等学校の試合は109対61で土浦日本大学高等学校の勝利。取手第二高等学校対筑波修英高等学校の試合は76対55で取手第二高等学校の勝利。常磐大学高等学校対筑波修英高等学校の試合は86対74で常磐大学高等学校の勝利。続いて土浦日本大学高等学校対取手第二高等学校、それぞれ2勝をしており優勝を争うこととなった試合の様子を覗いてみましょう。先生は取手第二、拮抗した試合運びで試合が進みます。着実に点を重ねていくのは土浦日本大学。26対14で第1クォーターを終えます。第2クォーター、追いつきたい取手第二は積極的なプレーで攻撃していきます。しかし土浦日本大学、堅い守備と高さを生かした攻撃で徐々に点差を離していきます。50対37で第2クォーター終了。巻き返したい取手第2ですが、キャプテンの山崎選手を中心とした落ち着いたプレーで得点を稼いでいく土浦日本大学の前にリズムが乱れ始めます。その後も取手第二は点差を縮めることができず、勝負どころでの強さを見せつけた土浦日本大学が100対70で見事優勝を決めました。それでは決勝リーグで争った4チームのキャプテンにお話を聞いてみましょう。結果として良いになったんですけど、それはちょっと自分たちの目標としてた順位ではなかったので、正直悔しい気持ちがあって、で自分たちのバスケットが思うようにできなかった部分もあって、ちょっと悔しいです。今回の大会で自分たちのチームで通用する部分が見つかって、そこをどれだけこの少ない期間でチームを調整していい形で関東大会に臨んで、その通用する部分を出していけたらなと思います。僕たちのチームはチーム一丸となって走ったり、チームの連動を、持ち味にしているのですが、今大会ではバラバラになってしまったり、オフェンス面でもディフェンス面でもかなり課題が残る試合でした。関東大会本戦までは期間が短いですが、チーム一丸となってオフェンス面でもディフェンス面でも課題を克服して、一つでも多く勝ち上がれるように頑張ります。関東新人を終えてやってきたことが試合で出てたと思います。関東大会でもしっかり自分たちのバスケットを貫いて、走り負けないバスケットをしたいと思います。今回の大会はチームの悪い面がもう出て、いい経験になったと思うので、この経験を生かしていきたいと思います。関東大会は優勝を目指してこれからしっかりと練習していきたいと思います。